9月10日に放送されたサンデージャポン TBSK では同番組がテレビ初出演となる18歳の新人タレント花村アスカについて紹介。同じくゲストの池田エライザが花村の豊満な胸を触るという一幕があった。出身は山形県の山奥、特技はバスケットボールという花村。今年2月に東京、原宿の竹下通りでスカウトされ、 通っていた短大を辞めて、芸能界へ入った。デビューは8月21日発売後の、週刊プレイボーイ、集英社で、いきなり表紙と、関東グラビアを飾り、ネットで、あの美女は誰と話題になったと番組で紹介されると、大田光が、全く俺と同じ経歴だと軽く一ボケ入れる。田中雄二が、西川文子に振ると、西川は、強力なコネでもあるんですか と、先生パンチをお見舞いし、花村は緊張した様子で首を横に振って、これを否定した。田中から原宿でスカウトされたことについて問われると、ゲストのナジャグランディーバからスカウトされようと思っていったのとの質問が、これに花村は違います。全然、そういうのじゃなくて、友達と遊びに来ていた時にスカウトと答えると、大田がブスな友達かわいそうだねと、 大人げない発言が次々と飛び出し、花村は困惑しきり、田中が女優、モデルとして活躍する池田エライザに、これさ、いきなり表紙って、しかもこんなメジャーな雑誌のね、考えられないでしょと問うと、池田はすごいですよね。私は何年もかかりましたから、とコメント。続けて池田が一個やりたいことがある。胸触りたい。ダメいいですか もうすごい気になってて、と花村の豊満な胸を触りたいと懇願花村は、ど、ど、どうぞと困惑しながらも OK し、池田が、失礼しますと言いながら、触信した。大田が、サービスショットだねと言い、実際に触った池田は、本物です。とうなずきながら、本物の胸であると断言。さらに、いい、いい重量と付け加えた。なお、池田は収録後に、 自身の公式ツイッターで花村とのツーショットを公開。花村について、花村明日香ちゃん。内側からキラキラ。素敵な18歳。また会えるといいなと綴り、その爽やかな美しさを称えている。